ウィング号は、京浜急行電鉄が運転している、有料座席指定列車の総称である。2021年現在、全席が、有料座席指定の、モーニングウィング号、イブニングウィング号の2列車が設定されているほか、開特の一部列車、一部車両限定で、有料座席指定サービス、ウィングシートを導入している。 本校では、京急ウィング号などの過去に運行実績のある座席指定列車、または座席定員列車についても合わせて記載する。有料座席指定列車、モーニングウィング号、イブニングウィング号と、開得の一部列車に設定される、ウィングシートの計3種類の座席指定、ウィングサービスが設定されており、列車によって運転曜日、方向、停車駅、 座席指定性となる車両及び区間が異なる。モーニングウィング号、イブニングウィング号は、かつては、時刻表の種別欄には、開徳と表記されていたが、現在では、種別欄に、ウィングと表記されるようになった。側面種別、行き先表示器側面種別、行き先表示器2149編成なお、かつて、 KQ ウィング号の運行のみであった頃の種別、行き先表示器は、種別表示器に行き先を表示し、行き先表示器に、青緑字で、ウィングと表示していた。これは2 0 0 0系時代からのものであったが、後に種別表示器に、ウィングと表示し、行き先表示器に行き先を表示する方法に改められ、モーニングウィング号、イブニングウィング号も、こちらの方法となっている。なお、 ウィングのロゴは、京急ショッピングセンターと同じものを用いている。モーニングウィング号2015年12月7日に運行を開始した。平日朝ラッシュ時に運行される上り列車で、三浦海岸駅、横須賀中央駅、品川駅、仙岳寺駅間を京急栗浜線、本線経由で運転される。 2019年10月26日ダイヤ改正時点で3本が運転されており、1号は横須賀中央発品川行き、3号は三浦海岸発品川行き、5号は三浦海岸発千楽寺行きである。いずれも品川駅までが座席指定制となっている。品川駅までの途中停車駅は乗車扱いのみで品川駅に到着するまで降車できない。 号数はかつては、発車順に1から順番に付与していたが、2019年10月26日ダイヤ改正からは1.35、と奇数を付与している。仙岳寺駅は、終点で、西馬五名発京成高佐護駅に接続する。現行ダイヤでは、後述のイブニングウィング号より、停車駅が少なく、栗浜線内に通過駅が設定されている、唯一の列車であり、 京急栗浜駅、堀の内駅、金沢八景駅なども通過する。イブニングウィング号1992年4月16日に、京急ウィング号として運行を開始した。平日夕ラッシュ時に、最も利用の多い時間帯を過ぎた後に運行される、下り列車で、品川駅京急栗浜駅、三崎口駅間を、京急本線、栗浜線経由で運転される。 2019年10月26日ダイヤ改正時点で11本が運転されており、2から6.22号は品川発京急栗浜駅、8から20号は品川発三崎口地域である。上大岡駅までが座席指定制となっている。品川駅では全列車が行き止まり式の3番線発となっている。車両は栗浜工場信号所または 金沢文庫駅から改装され、そのまま3番線に入線する。号数はかつては、発車順に1から順番に付与していたが、2019年10月26日ダイヤ改正からは、イブニングウィング号に改称した上で2.46と偶数を付与している。京急栗浜ハ駅は、終点で先発する三崎口域に接続する。20号を除く三崎口域は、 京急栗浜駅で後発の京急栗浜終着列車の接続を受けてから発車する。2021年3月27日のダイヤ改正から20.22号が臨時列車となっている。特別料金不要列車の最上位種別であるエアポート開徳及び開徳より停車駅が少なく回徳停車駅のうち京急蒲田駅、京急川崎駅、 横浜駅を通過する。上大岡より、先の停車駅は回徳と同様である。ただし、上津ダイヤにより所要時間は、同一時間帯の回徳とほぼ同等で、先行列車に接近して運転する時間が長い。最高速度は、横浜以北でも時速 110km に抑えられており、遅延回復時以外時速 120km 運転は行わない。 なお前述したように、京急線で運行される一般の開得とは、停車駅が異なるが、正式な列車種別としては、同様に、開得となっている。そのため、公式ホームページの時刻表においては、座席指定券が必要な品川駅では、イブニングウィングとなっているが、それ以外の座席指定券が不要な駅では、開得イブニングウィングとなっている。 事故や災害などで大幅な遅延が発生している場合、また並行する JR 東海道線系統の運転見合わせ、ダイヤミダ発生による振り替輸送の依頼を受諾した場合は、運転を取りやめ、イブニングウィング号用の車両を、青物横丁駅及び平和島駅に臨時停車する開特列車として運転することがある。ウィングシート2019年10月26日に、 設定を開始した有料座席指定サービス。土休日の日中に仙岳寺駅三崎口駅間で運行される、回徳のうち、上り8本、下り9本に設定されている。回徳列車の2号車を座席指定制とするもので、上下で、それぞれ乗車可能駅が異なる。一方で校舎は、すべての回徳停車駅で可能。2号車には、 ウィングアテンダントが天井し、乗車駅で座席指定券の検察を行う。号数は、上りが51.5355と奇数を付与し、下りが52.5456と偶数を付与している。もともとは口述のホリデーウィング号とともに、2018年9月22から24日、10月6から8日、2019年4月28.29日、 5月4.5日、9月14.15日、10月12.13日の期間限定で品川駅三崎口駅間で運行される開得のうち下り2本に設定されていた。上大岡駅まで2号車が指定席となり指定席には京急川崎駅または横浜駅から乗車できた。また金沢文庫駅までは 品川駅よりに付属編成4両を増結し12両編成で運転された。なお、号数の設定はなかった。ハイキング特急1952年から1965年の春と秋の行楽シーズンの間、品川駅、浦賀駅、逗子海岸駅、京浜栗浜駅間で運行された列車。ハイキング特急には大きく分けて、1、バスによる、 三浦半島への周遊を目的としたもの。二、浦が、または、栗浜で、金谷航路への連絡を目的としたもの。三、原則として下りのみ、営業運転するものがあり。一と二は、全車指定席。三は、全車自由席であった。運転区間及び途中停車駅は列車によって、異なるが、原則として、途中停車駅は、 京浜川崎駅と横浜駅のみであった。週末特急ラムエール号、パルラータ号1956年3月8日から1968年6月14日の間、品川駅、浦賀駅、三浦海岸駅間で運行された列車。毎週土曜日に1日に往復運転され、それぞれラメール号、パルラータ号と名付けられた。途中停車駅は京浜川崎駅。 横浜駅、金沢文庫駅、横須賀中央駅、京浜栗浜駅、延び駅、京浜長沢駅、津久井浜駅であった。当初は全車自由席であったが、1964年2月1日から一部車両が指定席となった。快速特急南房総号1968年6月15日の快速特急運転開始と同時に、 一部車両が指定席の開徳が運行された。当初は、愛称が設定されていなかったが、1972年9月3日に、南暴走号の愛称が設定された。同時に、それまで3往復設定されていた、開徳、マリンパーク号の愛称も、城ヶ島号、南暴走号、油壺マリンパーク号に変更されたが、こちらは、全車自由席だった。 そのため、一部指定席の南暴走号と全車自由席の南暴走号が混在していた。ホリデーウィング号前述のウィングシートと共に2018年9月22から24日、10月6から8日の期間限定で品川駅、三浦海岸駅間で運行された臨時列車。下り一本が設定され、途中停車駅は横浜駅のみであった。 乗車には、事前申し込みの場合は、座席指定券、当日発売の場合は着席整理券が必要となっており、車内は1から3号車が品川駅からの事前申し込み、4.5号車が品川駅からの当日発売、6から8号車が横浜駅からの事前申し込みという座席区分になっていた。なお、号数の設定はなかった。種別。 行き先表示には、種別表示器は黒幕、行き先表示器に、貸し切りと表示していた。また前面には、ホリデーウィング号と書かれた、トレインマークが掲示された。運行中の列車のみ記載。京急ウィング号の4号車の品川方のドアから、乗り込む乗客、モーニングウィング号、イブニングウィング号、ウィングシートに乗車する場合は、乗車券の他に、座席指定券である。 ウィングチケット、または、ウィングパスが、必要となる。モーニングウィング号の品川駅以北、イブニングウィング号の神尾大会駅以南は、座席指定券なしで乗車できるが、座席指定はなされない。ウィングチケットは指定された列車に対し、乗車日のみ有効。ウィングパスは指定された列車に対し、乗車月の1日から末日まで有効。座席指定券には号車。 座席番号と QR コードが記載され、係員に提示して乗車する。京急ウィング号運行当初から2015年12月4日まで、着席整理券は係員により回収する方式が取られていたが、2015年12月7日からの優待制度の開始により、入居後は手元に戻ってくるようになった。ウィングチケットは、会員制座席指定券購入サイト、 1> 各一区と駅の自動券売機と2号車内で購入できる。各一区会員は座席の希望が可能。自動券売機は三浦海岸駅、横須賀中央駅、金沢文庫駅、上大岡駅と品川駅に設置されており、直近の列車の空席状況がバツで表示される。また、満席に近い場合を除き、券売機に近い車両の券が販売される。ウィングパスは、 各一区での購入のみとなっており、自動券売機での販売は行っていない。所定の駅到着までに座席を利用できなかった場合や、根性となった場合、あるいは到着が60分以上遅延した場合は、座席指定料金を払い戻すことができる。発売座席数は2100型は539名、1000系1890番台は128名となっている。 モーニングウィング号の三浦海岸駅は3号車の、三崎口駅より及び4号車の三崎口駅より、横須賀中央駅は1.2号車の、三崎口駅より及び1.2号車の三崎口駅より、金沢文庫駅は7.8号車の、仙楽寺駅より及び11.12号車の、三崎口駅より、上大岡駅は4。6号車の三崎口駅より及び6.89号車の、 三崎口駅よりのドアから乗車する。なお、上大岡駅発車後までは、割り当てられている、号車間以外への移動はできない。品川駅からは、すべてのドアが開く。イブニングウィング号の品川駅は1の4号車の、座席が指定されている場合は4号車の、仙楽寺駅より、5から8号車が指定されている場合は8号車の、仙楽寺駅よりのドアから乗車する。 神大岡駅からは、すべてのドアが開く。ウィングシートの2号車は、すべての停車駅で三崎口駅よりのドアから乗降する。モーニングウィング3号に充当される線形1891編成、京急ウィング号の運行開始当初は2000型が使われていたが、1998年3月28日より、 転換クロスシートの2100系車両の使用が始まり、翌1999年より全列車が2100型で運行している。品川での特殊なドア扱いのため、2100系の品川崩壊側の再開閉ボタンにはロックが取り付けられている。品川では乗務員が非常コックを用いて必要なドアを開けた後に、この再開閉ボタンをロックし、 非常コックを復帰することで回避を維持していたが、モーニングウィング号に使われる限定回避ができる装置が品川方の先頭車にも取り付けられ、非常コックは使用していない。2021年5月6日から3号が線形1890番台に車種変更の上、金沢文庫で2100型を増結する方法に変更となった。ありがとうございます。